先生、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、改めまして、産業技術総合研究所の触媒化学融合研究センターの矢田と申します。本日はよろしくお願いします。まずはこの非常に有名なシンポジウムで講演の機会を与えてくださいました石割先生と古川先生をはじめとして、ケムステの運営スタッフの皆様に厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうございます。で、本日はこういったタイトルでお話をさせていただきます。いきなりマテリアルズインフォマティクスじゃなくてキャタリストインフォマティクスとは書いてるんですけども、概念としては一緒ですので、まずはそのマテリアルズインフォマティクスとはどういうものなのかっていうことを少しご紹介した後に、我々の進めている触媒開発にインフォマティクスを取り入れた研究ですね、キャタリストインフォマティクスによる、触媒設計という話をさせていただきたいと思います。で、まずちょっと自己紹介なんですけども、私は専門はもともと有機合成が専門です。2010年に卒業して、11年からは助教として有機合成とか、有機金属化学とかをやってきました。で、2016年から産総研、今の触媒化学融合研究センターに所属しまして、そこで新たな研究をスタートさせるということで、人工知能と触媒を融合させるような研究に取り組み始めたところです。なので、まだ私はそうですね、5年くらいしか研究して経ってないんですけども、こういった中で開発したものを少し紹介できればなと思います。で、まずは少しマテリアルズインフォマティクスの概要について少しご紹介させていただこうと思います。すでにご存知の方もたくさんおられるのかもしれないんですけども、改めて少し簡単に紹介させていただきます。このあたりの分野が流行り出したのが大体2011年くらい、約10年前になります。で、その頃ですね、新材料の開発のニーズが高まってて、各国で素材メーカーでは競争が激化しているような時代でした。で、そこでですね、データ科学、いわゆる機械学習ですとか、データマイニング等を材料分野に応用して、マテリアルズインフォマティクスと呼ばれる概念が注目されてきたというところです。地道に開発するとすごく時間のかかる開発は、マテリアルズインフォマティクスという概念を使うことによって、開発時間が非常に、早くなる。かつその革新的な、機能性材料とかそういったものの開発に資するということが期待されたということです。で、もう少し、具体的に話しますと、例えば材料設計なり何か、ものを考えようとしたときっていうのは、必ず最初ですね、設計が入ってくると。研究者が勘とか経験に基づいて何か材料を設計するというプロセスが入ってきます。で、こんなものがいいんじゃないかなっていうのを思いついたら、じゃあそれを実際に手作業で合成すると、試作ですね。で、それを作るためにどうやって作ればいいかを考えたりするっていうところが入っています。で、そこで出来上がったものを、測定とか評価をすることによって、その材料の性能を評価してあげる。で、そこで、いい材料がすぐに開発できたんであれば、それは高性能材料の発見ということでいいんですけども、そういったことはなかなかなくてですね、またここで得られた成果をもとにして材料を設計し直して、試作し直す、で評価し直す、その、サイクルをどんどん繰り返すということをしなければならないのが材料開発の、大変なところだと思われます。で、そんなことを、ここの回数をですね、何回も繰り返す必要がありますので、本当に実用化に資するまでっていうと数十年かかってしまうことも、稀にあるということで、そこを何とかしたいということがこのマテリアルズインフォマティクスということになってきます。なので、課題としましては、材料の試作ですとか、性能の検証に非常に時間がかかってしまうですとか、膨大な数の試行錯誤を繰り返すことが必要になってくる。で、かつ研究者の知識とか経験に基づいた材料設計を今、現状はやっていたというところがあります。で、それらを、材料科学と、計算科学もですけども、そういったものと AI、人工知能の融合によって、開発の加速を、目指すということですね。材料構造とその性能から人工知能を構築する。で、その人工知能を使ってある材料の性能を予測する。で、それによって効率的に材料設計をしてあげる。で、それが最終的には材料開発を飛躍的に加速させることにつながるということです。ですので、こういったところの設計に対して、人工知能 AI というのを導入することによって、その設計を予測に基づいて行うことができれば、開発のサイクルですね、そのサイクルを数百回、数千回回すことなくとも、数回回せば、いい材料の発見につながると。そうすることで、革新的な材料の開発期間というのが、数日、ここまでいくかどうか分からないですけども、数時間とか数日に短縮できるということが期待されるということです。
で、実際こういったものがですね、まあ、注目されたのが2012年、11年あたりっていう話だったんですけども、実際の事例っていうのを一つ紹介させていただきます。で、これはですね、アメリカですね、2012年頃にマテリアルズゲノムイニシアティブという、まあ、研究開発がですね、オバマ大統領の下で始まりました。で、この時にですね、研究者が中心になって、日本が発表した電池材料の、論文情報に基づいたシミュレーションを行いました。まあ、そうすることによって、日本の企業の、出した未公開特許と同じ材料を開発することに成功したというものです。で、つまりはですね、ある日本の会社が2011年5月にですね、まあ、特許を出願していた。で、まあ、特許の公開自体は2012年の11月だったんですけども、で、まあ、それは、その特許の中身というのはですね、ここに書いているような、固体の電解質ですね、リチウムイオン電池の、電解質の開発なんですけれども、まあ、まあ、電解質の組成っていうのが非常にいいということを、まあ、この企業が特許して出願したわけですね。で、その時にですね、どんな構造がいいかっていうのは実験的に見出している。まあ、これはいわゆる従来型の研究手法によって見出したものなんですけども、予測されるのは、まあ、時間かかって、まあ、非常にいっぱい実験やったということが、まあ、考えられるんですけども、まあ、かたやですね、まあ、海外の、まあ、韓国の企業と MIT、まあ、韓国の企業っていうのはサムスンなんですけども、それと MIT っていうのが、この同じ材料をですね、2012年の10月にこう論文として公開してきたんですね。で、その時にはですね、全く何の開発情報っていうのもなかったんですけど、突然このちょうどこう特許の公開、2012年11月だったんですけども、10月にな急にこの論文が公開されると。で、全く同じ構造であるものが見出されたということです。で、その時に使っていたのが、このいわゆるインフォマティクスの技術を使っています。まあ、実験を全くせずにデータを分析、過去の実験データとか解析、まあ、性能のデータだけをもとにして、実験と同じ結果を見出した。これが、まあ、いわゆるマテリアルズ・インフォマティクス手法の、まあ、強力なところっていうのが、まあ、示された事例になります。で、この成果をきっかけにして、まあ、各国でかなり、これはやばいぞと、MIT とか、まあ、サムスンがこんなことを出してきたんだから、もう、インフォマティクスをどんどん活用していかないと負けてしまうぞということで、まあ、国内外含めていろんなプロジェクトがスタートしだしたという歴史があります。ちょうどここがその MIT サムスンの発表の時なんですけども、まあこれをもとにきっかけにしてですね、まあ日本でもいろんなプロジェクトですね、SIP、革新的構造材料っていうのがスタートしたりですね、NIMS さんで情報、統合型物質材料イニシアティブですとか、まあ、我々産総研も主体となっている超先端材料、超高速開発基盤技術プロジェクト、まあ超超プロジェクトと言われるものが始まったり、まあクレストのプロジェクトも始まったりとですね。まあ、こういったものがどんどん始まってきたっていうのが歴史になります。で、まあ、ここまでが一つ、MI、マテリアルズ・インフォマティクスの、簡単な流れになるんですけども、まあ、我々産総研触媒センターではですね、まあ、この間にですね、材料だけではなくて、もっと、合成に資するところ、つまり触媒にインフォマティクスを使っていくのがいいのではないかというものを考えていました。それがですね、およそ2014年の5月になります。で、これは、我々産総研の触媒センターの方でですね、まあ、いわゆる触媒創造の自動化を目指す分科会っていうのを設立した、ものの、文章になるんですけども、まあ、要するに、触媒開発にですね、インフォマティクスとかそういったものを使って、もう触媒の開発を自動化していくことを目指した分科会っていうのを、2014年に立ち上げました。まあ、触媒っていうのはですね、固体触媒ですとか、分子触媒とか、バイオ触媒とか、いろんな触媒があるんですけども、それぞれで強みとか弱みがあったりするので、まあ、それらを従来の手法で開発しても時間がかかったりとか、まあ、弱みを克服することが困難なんですけども、それを、まあ、インフォマティクスを使って、まあ、融合させたような触媒を開発するとか、まあ、ここですね、固体触媒、分子触媒、バイオ触媒のそれぞれの良さを併せ持つ触媒の開発を目指すとか、そういったことを、この、情報系の研究者と協力して、知識の抽出統合ですとか、ビッグデータを活用して、コンピュータサイエンスと触媒科学の融合によって、目的とする任意のものづくりを実現する触媒を自動的に創造するシステムの開発を目指しましょうという、こういった分科会をこの2014年に立ち上げたということです。まあ、ここから我々はこの触媒開発にインフォマティクスを使うという研究をスタートさせていきました。で、まあ、これは世間でまだ
AI と科学の融合が言われる以前の前の話ですし、今、産総研には人工知能研究センターっていうのが設立されているんですけれども、そういったものができる1年前でして、まあ、世の中で言うと、一番 AI が有名になったのが、この2015年10月のアルファ5対イーセドルの、囲碁の対決ですね。そういったものが、まあ、言われる前に、我々はすでにこういったことに着目して、研究をスタートさせていました。で、まあ、そこで我々は、まあ、材料インフォマティクスはマテリアルズインフォマティクスなので、まあ、触媒だとキャタリストだよねということで、キャタリストインフォマティクスと命名付けて、今研究を推進しているというところです。まあ、情報科学とデータ科学に基づいた触媒開発ということで、まあ、先ほども述べましたように、反応に関する膨大な知識の中から AI 技術を活用して、新しい触媒の知識を見出す、まあ、知の発掘ですね。で、全く新しい触媒か、え、か、高活性な触媒を開発することを目指す。革新的触媒の創造ですとか、で、まあ、触媒科学、計算科学、機械学習の融合させた研究を推進しようということを目指して、今、研究に取り組んでいるということです。で、ここまでが、インフォマティクス、材料インフォマティクスと、キャタリストインフォマティクスの概要について、ちょっと簡単に説明させていただきました。じゃあ、実際にインフォマティクスを使って、どういった研究ができるのか、特に触媒の話に特化するんですけども、まあ、どうやって研究を進めていくのかっていうのを、ここから、紹介していきたいと思います。で、人工知能っていうと、なんか難しいというふうに捉えられがちではあるんですけども、そんなに難しく考える必要はまずないんですね。で、何を機械学習や人工知能でやっているかっていうと、まあ、ここに書いてる、まあ、数学が嫌いな方はちょっとうってなるかもしれないんですけども、いわゆる数式を作ることが、もう機械学習だと思っていただくのが一番良いのかなというふうに私は思っています。で、その時のですね、まあ、いわゆる方程式ですね、y イコール fx の x に当たる部分が、なんか化合物、入力になっていて、その y の部分ですね、それが化合物の性質、質力になっているという、こういった、関係になっています。つまり、ある化合物の構造とか何か性質から、ある化合物の性質を予測しましょう。それを、その式を作るのに、機械学習とか AI を使うっていうふうになっています。ここに書いているように、化合物とその性質の相関関係を表すモデル式、y イコール fx を作るということが、もう機械学習に、もう、なるというふうに考えてもらうといいのかなと思います。まあ、相関関係っていうのはですね、いわゆる2つの値の関連性のことでして、まあ、例えば一方の何か数値が増加すると、こっちの性質の方の、も増加するとか、そういった関係になります。そういったものを、まあ、式を作ってあげることが機械学習ですね。で、その作った式を使って、新しいここの物性、化合物の性質を、予測するのが、まあ、予測するために使うというふうな使い方になります。で、これをですね、触媒反応に置き換えて考えると、こういう形の、なんか流れになるというふうになります。まあ、ある化合物 A と B を混ぜて C ができる。その時にどんな触媒を使うのがいいのかっていう問題設定をまずしてあげるんですね。まあ、例えば、ある触媒反応の周率を上げて向上させたいですとか、選択性を良くしたいとか、まあ、そういった問題設定がいろいろ触媒反応ではあるんですけども、その問題設定をしてあげます。で、それに対してですね、じゃあ今度はその触媒反応、対象とする触媒反応のデータを収集してあげるということが次のプロセスになってきます。で、そこで集めるのは、まあ、いわゆる説明変数、先ほどのいわゆる入力と書かれていたところですね。で、例えば反応条件ですとか、物性値とか、計算の何か値ですとか、そういったものを準備してあげる。で、あとは触媒反応の、例えば周率ですとか、そうですね、選択性ですとか、まあ、いわゆる目的変数、出力と言われるものを集めてあげる。で、その後に、こう、機械学習をしてあげると、まあ、こんな感じの y イコール fx の関係式。目的変数と、説明変数と目的変数の関係式を作ってくれるということになります。で、ここで作られた式を活用して、何か新しい触媒のデータに関して、目的、例えば目的変数ですと、周率ですとか、選択性を予測してあげると。で、この予測結果に基づいて、触媒を作って、実験してあげて、結果がどうだったかっていうのを見ていくっていうような流れになります。
まあ、こう聞くとそんなに難しくないのかなと、皆さん思っていただければいいのかなと思います。で、まあ、実際じゃあ、こういった概念に基づいて、我々がどういった研究をしていったか、してきたかっていうのを少し紹介させていただきたいなと思います。で、まず一つ目がですね、人工知能を活用した、触媒反応の周率予測として、まあ、こういった、オレフィンの過酸化水素による酸化反応ですね、エポキシ化反応っていうのを対象として、予測モデルを作りましたっていうお話を少しさせていただきます。で、まずは最初にターゲットとなる反応を選定するという話だったので、我々はこういった反応を選定しています。で、これはなぜ選定したかと言いますと、我々の手元に、こういった反応の、データがたくさんあったからです。で、まあ、これ、どういった反応かっていうとですね、まあ、いろんな、材料の、モノマーとして使われる、まあ、エポキシですね、それを複製生物が出なくて、水だけしか複製生物が出ない、非常にクリーンな酸化技術ということで、まあ、ハロゲンフリーエポキシ化反応ですね。で、そういったものを我々、産総研では開発していました。で、まあ、ちなみにこの触媒反応の触媒はですね、ここに3つ示しているですね、アミノメチルホスホン酸という化合物と、タングステンの化合物と、あとアンモニウム塩の3つを混ぜて使う触媒です。で、まあ、触媒の溶液っていうのは再利用可能ですし、水以外に複製生物は出ないでいうものです。有機溶媒も場合によっては不要です。で、まあ、反応周率も非常に高周率ですので、まあ、こういった反応、我々、産総研は応用技術、実用化に向けていろいろ研究をしていたというところです。で、この反応のデータがたくさんあったので、まあ、それを使って、予測モデルを作って、より良い触媒がどんどん開発できないかということをやっていきました。まあ、実際には良い触媒っていうのはまだ見つかっていないんですけども、まあ、こういったものを対象に予測モデルの構築っていうのをやっていきます。で、まあ、実際たくさんデータはあったんですけども、機械学習を、まあ、人工知能を作るためには均質なデータっていうのを使わないとどうしてもモデルが構築できないので、そういったデータを選んでいくとですね、最終的には14個しかデータはありません。まあ、通常 AI とかをやるってなると数千数万のデータが必要じゃないかと思われてしまって、まあ、そこでもうデータが集めれないから AI は使えませんって言われる方も多いんですけども、まあ、そんなことはなくてですね、少数のデータでもなんとか頑張ればできるっていうことを我々示したくて、まあ、こういった14個のデータでも一応頑張って機械学習等をやっていきました。で、まあ、ここまでで問題設定と、いわゆる反応の周率の、準備ができました。つまり出力が準備できたんで、あとは入力を準備する必要があるんですけども、まあ、その入力はですね、計算機シミュレーション、量子化学計算を使って、入力を作りました。まあ、ここは、科学者の知識、いわゆる、反応の遷移状態を考えてあげると、非常に、リーズナブルに、入力を作ることができます。まあ、こういった反応の中間体のようなものを考えますと、まあ、きっとこの部分がタングステンに配位して、うまく反応、タングステン部分活性化しているだろうと、まあ、ここの水素結合も大事だと思われるんですけども、まあ、そういったことが考えられるので、ここの部分に関する記述値っていうのを計算によってどんどん集めていくということをしました。まあ、そうすると大体30個ぐらいのパラメーター入力が準備できます。まあ、ここにはその一覧を書いてるんですけども、まあ、分子全体のホモルモエネルギー差っていうものも入れますし、ここのあたりの電荷に関するパラメーターですとか、あと分子の振動に関するものとかを集めたりします。で、まあ、ここまでで入力出力が集められました。じゃあ、ここから機械学習のパートに入っていくんですけども、まあ、その時にまず決めないといけないのがですね、どんなモデルで Y イコール FX を作るか、あとはどんな機械学習法を使うかっていうことになります。で、今回の場合にはですね、こういったちょっと変わったロジスティック回帰モデル、シグモイド関数っていうのを使うことをしました。まあ、反応周率っていうのはですね、まあ、一般的には0%から100%の数字、つまり0から1の間の数字を取らないといけないっていうことがあって、まあ、ロジスティック関数、シグモイド関数はそういった、間の数字に収める関数としては適切だということで、こういったものを選んでいます。で、機械学習の方法、モデル選択の方法っていうのは、ラッソと呼ばれる方法を選んでいます。で、これはですね、周率予測に必要なパラメーターと、その数を客観的に選び出すということができるものです。ちょっと分かりづらいと思うので、もう具体的な例を少し一例、別の話で示します。これはですね、いわゆる何かショッピングモールの売り上げを予測したいですという課題があったとします。
で、そこの売り上げに関係しそうな要因っていうのを、まあ、人間が考えてあげるということをします。まあ、立地条件ですとか、売り場面積とか、まあ、駐車場のあるなしとか、いろんなことが売り上げに関連していると思うんですけども、人間がこれが、どこが関与しているかっていうのは全然分からない。複合的に働いているとわからないんですけども、それを機械がですね、自動で選んでくれると。例えば、ショップの数が大事ですよとか、売り場の面積が少ない方がいいですとか、子供の遊ぶ場所があった方が、家族で来れるから売り上げが上がりますとか、そういったことを機械が出してくれるというような技術になります。で、こういった技術を使いますと、さっきの入力で準備した30個のパラメーターで、本当に周率に予測に重要なパラメータを自動で選び出してくれるということになります。で、そういった技術を使いますと、まあ、14個の実験データですね、に対して30個のパラメータがあったんですけども、機械学習を使ってあげることで、11個のパラメータが周率予測には大事だというふうに選ばれてきます。で、この式を使って、実験データ、14個の実験データをプロットしてあげると、こんな感じになってきます。で、これは、対角線上にですね、実験周率と予測周率をこうプロットしたものなんですけども、この対角線に近ければ近いほど予測がうまくいっているというふうに言えます。で、これはあくまで実験データ、すでにあるデータをモデル作っただけなので、ここからですね、いわゆる未知のデータに対してどれくらい予測できるかっていうのが大事になります。それが先ほど示した4番の推定という部分になります。で、実際に我々の方では8個の化合物を準備しまして、これを計算機シミュレーションして、入力を作って出力を予測させました。で、予測周率、この式に当てはめてみると、こんな感じに周率が予測されるんですけども、実際これは実験できるので実験を行っています。まあ、こんな感じですね。そうなると、まあ、それをこれをプロットしてみますと、まあ、こんな感じになっています。まあ、ここがいい周率、こっち悪い周率ですけども、ちょっと真ん中あたりはあんま予測が良くなかったんですけども、まあ、いい触媒とか悪い触媒っていうのは、うまく選別できるようなことができてますので、まあ、こういったことにをすることによってですね、次の実験は、じゃあこのあたりを先にやってあげればいいとか、ここはまあ、やらなくてもいいよねとか、そういった順位付けができるようなことが今、成果としてできるようになってきています。で、このラッソーの手法の一番のメリットはですね、どういった入力が重要であるかっていうことと、どれくらいの順位付けですね、どういったパラメータが大きく影響を与えているかっていうことも数値化することができます。つまりは上の方にある、ここに選ばれたパラメータの一覧を示していますけれども、上にあるほど重要なパラメータで、下の方はまあ微調整しているパラメータということが言えます。で、これを見ることによってですね、例えば、ここのパラメータに着目して、このパラメータが大きくなるような分子が設計できるとですね、この式をどんどん見ていくとですね、ここの数字は大きくなると。マイナス t は小さくなってくるので、ここのエクスポネンシャルのマイナス t は小さくなると。そうすると、ここ分母が小さくなるので、周率は向上するというふうに予測されます。といったことで、まあ、このパラメータなどに着目しながら、次の分子設計が可能になってくるので、まあ、高性能な触媒の効率的な開発につながるというふうに我々は考えているというところです。で、さらにですね、ここで選ばれたパラメーターがもっと、なんですかね、我々の人間が考えるよりも予想外のパラメーターであれば、それは新しい発見の可能性につながるというふうに期待しています。まあ、つまり、機械学習とか AI っていうのは、高速処理ですとか、規則性、法則性っていうのをデータから抽出するのが得意です。まあ、そういったものをですね、いわゆる新しい仮説の提唱をしているというふうに考えれば、それをもとに人間、研究者が知的作業をうまくさせることによって、新しい知識ですとか、価値の創生です。あるいは、原理原則の発見につながるというふうに考えています。まあ、今、AI でいろいろ、AI だけにいろいろさせようというふうな考えが、いろんなところでされてるんですけども、我々はそうは考えてなくてですね、まあ、人間と AI の共同作業ですね、まあ、そういったものが大事だろうというふうに考えています。まあ、AI っていうのは人間の創造性を増幅させるものでして、まあ、そういった使い方をしていくのが今後の科学、触媒科学の飛躍的進歩につながるだろうというふうに考えています。で、ここまでが一つ目のお話です。あまり時間がないので、まあ、最近の事例とか少し、ちなみにですね、我々の発表のすぐまあ、ほぼ同時期なんですけども、アメリカのアビー・ドイル先生がですね、我々データ量をはるかに超える量で、同じような手法を使ってですね、機械学習して周率予測しましたっていう報告が出てます。まあ、最近もネイチャーにいろんな論文を報告されてますので、もし興味のある方っていうのはそちらの方とかを見ていただくといいのかなと思います。で、その後ですね、我々の方では、まあ、
そうですね。触媒反応の周率といいましても、先ほどの、予測っていうのは、ある一定時間で止めた反応を予測させていただけなんですけども、まあ、それではちょっと正しく周率予測できないということで、まあ、もっと、ちゃんと反応速度とかを見ながら予測させる方が、より触媒反応の周率予測に資するということで、まあ、触媒反応周率と、じゃあ触媒反応の初期速度と周率を予測するような技術の開発とかを進めています。これはもう論文に出てますので、こちらの方を見ていただければと思います。で、最近、我々が特に力を入れてやっている研究を少しだけ紹介して、まあ、今日の話は終わりにしようと思っています。で、先ほどの示した予測モデルはですね、ちょっと正直ですね、予測性能が高くないんですね。で、まあ、これはひとえにですね、データの数がもう足りていないことが問題ではあると思っています。で、まあ、データの数をじゃあ実験してもっと増やせばいいじゃないって言われるんですけども、なかなかそれは実験科学者の意見からすると、まあ、私自身もそうなんですけど、なかなか増やせないので、まあ、それはなかなか困難ですよと思ってしまうんで、まあ、そうでなくても機械学習、AI が使えるような使い方をしたいなということを今、課題として考えています。で、もう一つはですね、記述子の問題ですね、入力の問題です。先ほどは、この化合物を量子化学計算によって記述子を作成していたんですけども、どんな記述子がいいかとかは、まあ、いわゆる私が考えて計算して出していたものなので、必ずしもその記述子のセットが予測に、モデル構築にはいいとは限らないということがあります。で、まあ、当然他にも様々な記述子があるので、それどれが良いかいまいちわからないというのが正直な考えです。ですので、まあ、いろんな触媒反応の周率を予測するために、まあ、汎用性の高い記述子の開発が必要だねということを考えてまして、その2つの課題を解決するような取り組みを今進めているところです。で、そこで注目しているのが、我々が注目しているのが、この転移学習と呼ばれる技術です。で、この転移学習っていうのはですね、あるタスクで学習したモデルを別のタスクに転用する技術というふうに、言われているものでして、まあ、簡単に言いますと、まあ、大量のデータを準備できるような経路を考えます。例えば動物の画像っていうのはたくさん用意できる、写真さえあればたくさん用意できるので、そういったもので、まあ、犬の画像かどうかを判別するような AI を構築してあげます。で、そのモデルを使ってですね、動物の特徴を抽出する層を、転用してあげる。まあ、例えば犬を判別するってなると、顔のどっかを見ればいいとか、そういったAI のこう解析が出てくると思うんですけど、そういったどこに着目すべきかっていうことをこう転用してあげるようなイメージです。それを使ってですね、まあ、猫の画像を与えたときに猫かどうかを判別させるような、学習を、まあ、転移学習といいます。まあ、これを使いますと、まあ、少ないデータで高い精度を実現できるですとか、計算量が少なくて済む。で、まあ、こういったところ、記述子も自動で作ってくれるということがあって、まあ、こういったものが使えるんじゃないかと今考えています。で、まだお話しできる話とこはないんですけども、まあ、何か触媒の話に置き換えるとですね、大量のデータを、分子のデータを用意して、そこから、まあ、ある物性を予測すると。その物性っていうのは、なんか触媒活性と関係がありそうな物性値を準備してあげて、それを予測するモデルを構築してあげると。それを転用して、まあ、ある少ない実験データから触媒反応の周率を予測するということを今取り組んでいるところです。ちなみにこういった転移学習の話はですね、まあ、すでにいくつか例はあるんですけども、日本で国内でやっているのはですね、東数研の吉田先生っていうのがメインでやられてるんですけども、まあ、ある高分子の熱伝導性を予測するというものに対してですね、大量のデータを使って機械学習して、ある物性を予測すると。そのモデルを転用して、28個のデータで熱伝導率の予測するモデルを作りましたということで、まあ、それを使うことによって、まあ、従来比で最大80%増の熱伝導性を有する新規ポリマーの開発に成功されているということで、まあ、こういった技術を使って今我々研究しているところです。まあ、ちょっと今論文書いてる途中なので、今日はお示しできないんですけども、我々も大量のデータを、分子の構造とか物性値をニューラルネットワークで学習させてですね、それを転移学習させて触媒反応の周率を予測するということをやっています。まあ、近々この手法に関しても論文で発表できると思いますので、また聞いていただければなと思います。で、まあ、ここからもう最後です。まあ、将来展望ですね。まあ、触媒開発がだいたい200年前に始まったんですけども、今ずっと触媒が開発されてきてですね、だんだんこう持続的イノベーションですかね、なんか開発の速度が緩やかになってきているんですけども、この人工知能とかの AI 技術使って、
うと、まあ、破壊的にイノベーションがあって、開発速度っていうのは飛躍的に加速されると期待しています。まあ、それによって触媒の発見が進めば、まあ、いろんな分野に波及効果が生まれるというふうに考えています。で、ゆくゆくはですね、ここの AI システムだけじゃなくて、自動合成とかハイスループット装置とかも、まあ、導入していけば、まあ、恒星の触媒の発見っていうのは飛躍的に加速されるというふうに考えています。まあ、これができれば、触媒開発の自動化っていうことも、まあ、達成できるというふうに考えています。ということでですね、まあ、少し雑多な話になったんですけども、我々の産総研で今進めているこのキャタリストインフォマティクスですね、人工知能と触媒科学と理論科学、計算科学の融合による新しい触媒の創生研究っていうのをちょっと紹介させていただきました。近いうちになんか触媒の自動発見に資するような研究ができればいいかなというふうに考えております。最後、社事ですけども、触媒科学融合研究センターで、センター長の佐藤センター長ですとか、副センター長吉田センターさんとか、元副センター長の浅川さんとか、このあたりの方には非常に協力に、私の研究を助言とかいただいたので厚く御礼申します。今の研究チームのチーム長の高村チーム長ですとか、あと触媒センターの皆様にも厚く御礼申し上げます。で、共同研究者は NIMS の永田さんですとか、産総研の CDF マットの安藤さん、松村さんで、実験の方はこの一ノ関さんという方が全部やっていただきました。で、今、転移学習のことは産総研の AI センターの椿さんですとか、東大の溝口先生と一緒にやっております。で、科研費とかいろんな資金をいただいて、今、研究をさせていただいています。で、まあ、こういった産総研の研究、まあ、基礎から応用、橋渡し研究やってますので、興味がある方はぜひ気軽に声をいただければかけてください。共同研究も大歓迎です。で、ちょっとここに動画が出てるんですけども、これ、我々触媒開発以外にもいろいろと社会の課題を解決に向けたことをやってます。で、これ、まあ、コロナ対策として今、我々いろいろと精力的にやっているところです。触媒開発ならだけじゃなくて、こういったこともやっています。これ、こんな検索すれば出てくると思います。なんか見ていただく、ちょっと興味あれば見ていただければいいかなと思っています。はい、以上になります。どうも。ご清聴ありがとうございました。はい。矢田先生、非常にわかりやすいご講演ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、本当にラストって何なんだろうって思ってたら、次のスライドで答えが出てくるとか、すごく勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとそうれでは、はい、質疑応答に、行きたいと思います。ちょっと我々が最初ぐだぐだだったのちょっと押してます。質疑応答に、行きたいと思います。じゃあ、それではまずは、横田さんから、よろしくお願いします。それでは私の方から気になった質問なんですけども、はい。AI にこう組み込むパラメーターとして、分子以外のパラメーターですね、溶媒の選択や濃度、温度などというのも場合によってはこう大事だと思うのですが、そのあたりはこうどのくらいスコープに入ってきそうでしょうかという質問ですね。まず、そういったパラメーターもやっぱり入れることは大事です。で、ただ今回私のやっている研究ですね、こちらの研究っていうのは全て溶媒ですとか温度とかそういったものは固定してやっているので、そこのパラメーターは入っていないです。で、例えば先ほどちょっと示したドイル先生の話とかですと、まあ、ここも溶媒は知っているかな、ベースが違ったりとか、いろんな種類の化合物を使っているので、そういった化合物すべてのパラメーターは入れ込んでおられますし、最近のネイチャーの論文でも確かいろいろ温度条件だとか、なんか入れ込んでたと思います。まあ、そういったものがもし準備できるんであれば、入れておいた方がいいとは思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。では、それでは次は、モデレーターの西川さんからよろしくお願いします。私から気になった質問が、標準回帰係数の数字の見方をイメージだけでも教えていただきたいということです。スライド22枚目ですね。ここですね。まあ、そこまで難しくないんですけども、まあ、単純にこう大きければまず寄与が大きいっていうことなんですけども、あとはここの係数ですね。この係数がプラスかマイナスかでちょっと見方が変わってきます。例えばこの最初の係数だとどこにあるんだろう。これかな。なのでマイナスになってるんで、大きすぎるとちょっと逆に収率は下がってしまうので、そこはうまく小さい方向に持っていくだとか、ここは確かプラスだったんで、収率は、あ、あ、数、こ
このパラメータを大きくすると、収率は良くなるかとか、そういうふうに見ていくと、見ていくことができます。はい。大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、まあ、ちょっと時間をしてるんですけれども、古川さん、何か質問ありますか？はい、まだ続々とですね、チャット欄、質問来てまして、ですね、はいここすごい来てますね。そう学習モデル、学習モデル作成の際に、はい、精度向上のために記述として RD キットや MOE など、活用可能な汎用的な科学記述書を利用されることも検討されたのでしょうかっていうのが来てますね。あ、なるほど。はい、そういうのも、実際はやっていないんですけども、そういったことを検討することも可能です。ただし、なかなか、なんですかね、少ないデータでやるときに、いいモデルを作るとき、やっぱし、こう、触媒科学者の知識をどうしても入れたいなと思うんですね。そういったものが入っていることの方が、入ってた方が、モデルが、精度が良くなるんですね。で、RD キットとか、ソフト使ってやると、なんか、すごい次元数、まあ、大量の入力が用意されて、その中でどれが大事だっていうのを選び出すのは結構難しいと思ってるので、まあ、今のところ少ないデータでやるときには、自分たちの知識の中で、このパラメータ大事だとかいうのを入れ込んでやってるという感じです。実際さっきの係数出てきたじゃないですか。はい。あの係数ってウェイトは、その実際の、なんていうんですかね、科学者の目から見たときに、構造科学的にリーズナブルだったりするんですか？うん、そこはですね、なかなか難しいですね、実は。必ずしもこれ、ここって、いわゆるここの振動になるんですね。例えばこの PO 伸縮っていうのは。ここって、さっきの絵で言うと、配位してるとことは逆のとこなんですね。ですよね。なので、ここがなんで効いてるんだろうなっていうのは、まあ、ある意味そこはやっぱ考えるところで、まあ、そういった仮説に基づいてなんか人間が考え出すのがいいのかなとはちょっと、もし答えになってないですけども。いや、でもある意味最初おっしゃってたね、AI と人との共同作業っていうか、はい、セレンディピティをここから誘発するっていうのはとっても有意義なのかなって聞いてました。はい。はいはい、石割さん、どうでしょう？あ、いや、どうもありがとうございます。僕、多分質問しだしちゃうと、あと長くなっちゃいますんで。はい。まあ、後で矢田先生に質問欄全部、お送りしますんで。あ、はい。ありがとうございます。はい。講演の、時間内では、ちょっとこれでお開きにしたいかなと思います。本当に、まだまだ、本当に続々出てきていたんですけれども、矢田先生、講演どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この二人からの拍手ですけれども。ありがとうございます。